本動画をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。お越しいただきありがとうございます。ご流星です。本日は、変達、大晦日特別版を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。お、本当に、前回、え誰か、あ、びっくり、え手書きだ。なんだこの、 3D モデルもあるけど。えびっくりだわ。え、完全手書きじゃん。これ。うわあそういう形で意表ついてくるのありすかうわぁ。うん、信じられない。これ、あのー、ハピハローの時の絵柄思い。<laughs> そんな、そんなことあったと言われたら、まあ、なあったろうとは言えないからな。おお マスクはこれは今年ならではですね。今年と、うん。ねえ。あのさ、書き方変えて、おおねえ。はい。背景、まあそれは 3D モデルなんだけど、これハピアロの人じゃないですかなんか、まあ勘でしかないですけど、でもすごいこのね、3D モデルを 2D 風に描く彩りさんの章と、2D のね、 初めて、ほぼまあ、手書きで過失はありましたけどね。うん。でかい案件降ってくるっていう。あの、12話の直後からっていうのも意外でしたし、まさかこう来るとはな、本当に何一つ予想できない。うん。で、そうですね。で、9、ね、この残りの90秒が多分告知。90秒もないけど、うん。あ、まあ、そらそうか。アニプレイ3案件。 特報だ。うわ。ただのトレ、はい。トレーラーここに入ってくんのはい。これ、えー、ええー、えそう来る。そっち行く。あす。はい。2023?2023? 2023? もう、はてなありましたもんね。はあ。え、あのさ あれが、その、キービジュかと思ってたんですよね。まあ、これは、皆さんそうでしょうけど、あのー、魔族系の感じの人ですよね。うん。まあ、口調というか、なんというか、<laughs> パッと見、まあ、やっぱり、まあ、今、思えばですけど、サターニャさんとジャヒー様合わせたような人ですけど、あの人と、あのー、疲れたサラリーマン風の人の、じゃないのそれとは関係ないのえどういうことこれ。これ、 絶対に誰一人予想してなかったでしょ。劇場作品そのうち来るかもなとは皆さん思ったでしょ。でもあのね、キービジュカッコ仮、キービジュカッコ我々がそう思っていた。あれをご覧になって、今回変達の中に、まあなんかアナウンスメントはあるだろう。あってほしい。頼むかなってくれと。いう人多かったでしょうけど、まさかそれがね、あれを踏まえてたから、この告知の中に出てくるのがまさか劇場版作品しかも2023年ってどういうこと 平行でやる <laughs> それはちょっとファンの期待過剰すぎるかな、うん、だって煙草以来だから4年開くんでしょしかもその2023のやつもハテナなんでしょ飽きすぎじゃないですかね、あの2人のキービジュとか、これは関係あるのか微妙でしたけど、あの、狼みたいな人のうまいやつの画像とか、あれは関係あるのかとか思われてましたけど、 あれが微妙だったとしても、あの二人のやつはね、もうデザイン出来上がってる感じしたし、完全に新作だろうと、あの時期でしたし。それと関係ある感じはしないけどね、うん、世界観全然違うもんな。ちょっともう一回特報の部分見ますけどね、しかし劇場か。ね、なんか、ここ手書きかどうか微妙だな。3D のね、うん、できなくないな。本持ってる人が本捨てるところからだな。本か、あれ。本だよな。うん。何一つ信用できないですからね、この人の場合。うん。 本閉じて捨てて、彼方の山を眺めていると、それが浮かび上がるけど、これ形状ただの岩だけじゃないな。まあこの辺のね、いわゆる考察とか分析とかは、私は例によってポンコツですし、凄まじい人数でしょう。これ、今取り掛かられてるのが。待ち構えてた考察班が束になって今、作業に取り掛かられてるんでしょうけど、ちょっとね、気になるんで、純粋に、もう一回拝見しますわ。ちょっとあの、フレームごとというか、 気になるところもう一回見ますわ。はあ、そっか、はあ。一つも予想外でないことがないという恐ろしい作品ですね。変達大晦日特別版は。見 <laughs> え短い。まあ、多分この骸骨に、頭だけ紫、頭と一部だけ紫の人も、まあ、なんか意味を、ね、似たカラースキームの人とかね、探してるロゴとか、はあ、探してる人いるでしょ。さあ、特報なんだけどね。はあ、びっくりしたわー。 すげえびっくりしたわ。ねえ、なんだろ、うあれ。カブトムシの角みたいのが混ざってる。岩の中に。あと、持ち上がる岩の中に、ジャガイモみたいに丸るいやつと、あとあの、アポロのイチゴの部分だけ割り取ったみたいな形のやつがある。あと、最初この岩山のか、一番高いところの先端部分に白い雪なのか、 結晶のくすんだところなのかあるんですけど、これがね、持ち上がるときに消えるんですよね。最初白い頂き、雪が乗ってんのかみたいな。関節してんのかみたいな。白い部分が持ち上がるとともに消えていく。たまたまかこのね、岩がね、これやっぱ 3D モデルだよな。うん。輪郭とかね、まあ、エッジとか、ラインアウトとか、呼び方は様々ですけどね。動くと、そのラインも微妙に変化するのはよくある。 うん。木は完全に 3D モデルで輪郭も微妙だけど動くな。人物ね。うん、人物もあり得るけどね、これ 3D。ですかはい、わかりましたわ。いやー。まあ何が意外ってそれはね、いきなり手書きで知らない人来たっていうのと、手書きだけど、これ誰だろうな。やっぱハピアロの人なんだろうな。あー、なんだこれ。これなんだじゃあやっぱ手書きアニメーションの作品なのか この車もね、3D モデルで当たり取った上での手書きっぽくもあるし、いつもの 3D モデルの二人もいらっしゃるし、だから、まあやっぱ混ざった作品なんでしょうね。まあこの辺もね、もうちょっと詳しく振り返りたいんですけど、まあ考察とか分析とかその辺は、あと予想ね。うん。何が来るんだっていうね。こっから。まあこの変達本編の内容もね、それは関係あるんでしょう。新作と。この中からどこまで新作の予想材料を 取り出していいかとかありますけどね2023年かととオンンスクリーンとありまますけどねまあその辺は後で振り返りますけどまずは恒例の海外の反応なんですけどまあ今回ねその事前の反応変達テレビシリーズの変達というわけの分かんない一体何が起きたらそんなことが実現しるのかという謎にも程がある作品なんですけどねあれが2020年3月ですからまあ大体2年。 後に来たこの変達ね。この当時2020年当時の変達は前編リアクションシリーズとして拝見しましたし、海外の反応もね、まあちょろっとずつでしたけど、当時ご紹介しましたし、最終話の、さらにあと、変達最終話、第12.5話の、はどうだったのか、とか、全体振り返ってどんな反応が最後あったのか、という話は、その時申し上げました。で、変達大晦日特別版が来るよ、という方があって、 まあ法を伝って、たすき監督ご本人の法ですけど、それがあって、さてこれに海外勢は反応あるかと思っていましたら、ありました。ただ、少ないです。少ないですけど、あるだけでもかなり得意な作品ですよね。だって海外配信ないですもんね。翻訳もされませんし。ただ当時、あのね、変達テレビ版が来た時は、一応、まあこれ、その時お話ししましたよね、多分ね。マイアニメリストにもページできてました。 で、確かディスカッションスれも、レディットに立てましたし、あ、あの、前アニメリストにもありましたし、レディットにも各エピソードの、スれは立てたはず。だけど、コメントは、その、すれたての1の人だけ、とか、ほとんどなかったですね。で、さて、これはもう、海外の反応絶望的かと思っていたら、やっぱね、この時っすよ。フォロちゃんの、アノンの皆さんっすよ。そうだ、あいつらがいたぞ、っていうね。<laughs> こんな時だけね。まあ、普段は本当にヒット。 ひどいところですからねあそこはね玉石混交っていうけどさ玉ゴミじゃんっていう玉ゴミ混交じゃんっていうひどいところなんですけどやっぱああいう作品の時は本当にねめちゃめちゃ頼りになる海外配信もないローカライズもないから内容わかんない作品なんですけどそれをまさかフォローちゃんの連中が聞き取って英訳してでみんなでそれに対する感想を言うってマジかなんとかその変達というまあ90秒の作品ですからね 他のテレビシリーズの作品に比べたらはるかにやりやすい作品であるんですけど、それにしちゃってですよ。頑張られてね、やっぱすごいわ、あいつら。と思いましたよ、あの時は。本当に。ね。なんで、今回のね、変達大晦日特別版が来る前の、事前の反応としては、やっぱりフォローちゃんがでかかったんですけど、まあ少しですけど、いろいろありましたんで、まず、変達、その、大晦日版に対する、来る前に反応があったかどうかと、どの辺がどんな反応あったか、 簡単にご紹介します。まあ、これで全部かなというね、だいたい拾ってんじゃないですか。まず、報道ですね。えー、これはですね、まあ、ツイッターでね、一部はすでに予告的にちょっとずつ触れてるんですけど、まず、えー、報道としては、アニメニューズネットワークさん。まあ、さすがっすよね。アニメニューズネットワークさんはね、たスき監督の動向とか、一番詳しく、彩り、その、制作集団彩りのとか、八百万のとか、たスき監督のとかね、 結構細かいところまで多分だけどそのニュースサイトとして報道媒体としては必須ではないところまで相当細かく報じられているサイトさんです。タツキーズ・ヘンダス・アニメ gets three minutes televised s h o r on New Year's Eve というね。まあそのまんまのなんですけど、これが12月29日なんですよ。これ遅い方ですよね。これより早いところがありました。反応がね、さすがという。で、このアニメニュースネットワークさんのこの記事にコメントが一個ありまして、 I hope we get more Tatsuki works after this. We need more Tatsuki in the world. これの後さらなる Tatsuki 作品が来ることを望むよ。我々世界にもっと楽しいを必要としている。というね、完全にあの時からのお仲間でしょうね、というね、コメントがあったんですけど、これよりね、だいぶ早い。これはいつだレディットなんですけどね、さすが、彩りサブレディットという、たスき監督の告知が、えー、っと、大晦日に来るよというのが、12月23日。 だったでしょうこの、彩り専用のサブレディットに、それが立ったのが23時だ。はぁ、あ、当日っすよ。さすがですね。彩りのためだけのサブレディットですからね。まあ、当日ですからね。ですけど、まあ、彩りサブレディット自体がね、メンバー何人でしたっけ ?89 人。<laughs> 少なぁ。レディットのサブレディットの中で相当少ない方っすよ。これは日本人もどんどん、 登録ししてほしいなこの彩りサブレディットにはまあ、で、もあるのはあるるののはんんでですよ彩りさんのねでそこにはですね、まあコメントあるんですけど、これ1個はボットさんです。Twitter からの多分、引用の連れ立てだと、このボットさんがソースを貼るんでしょう。と、交流祭っていう人のコメントだけですね。私は彼らの新作アニメの発表も兼ねていると予想、希望していますよ。というね、コメントがありました。ぐらいなんですよ。で、これの後がアニメニュースネットワークさん。 なんですね報道がありましてでその報道を受けて今度はアニメサブレディットにアニメ全体のなんで人数はめちゃめちゃ多いです320万人 <laughs> これは多いとか少ないとか論じる意味ないなうん320万人っての方のサブレディットにアニメニュースネットワークさんの記事引用の形でそれが立ちましたんでこっちの方が人目には触れやすいでしょうなんでやっぱりそのボットさんでもない日本人でもない 向こうのアニメファンの方からのコメントが、これもね、二つだけなんですけど、あるのはありました。まあ、次なる中野ブロードウェイのおしゃべりは最高だろうから、新しいネタであることを望むよ。その他、タツキのやっていることには、いつも関心を持っている。という方と、ノイスというね、ウィーネ、ね、みたいな感じですかという反応が、アニメニュースネットワークさんの記事と、レディットの二つのサブレディットにありました、です。で、解禁しましたんでね、私今日、この、 大晦日特別版を拝見するまで一切情報立ってましたんで、昨日公開直前から一切 SNS 立ちをしまして、絶対に変達の中身の情報が流れてこないところしか見に行ってません。それがね、今回はそうこうしましてね、過去何回かね、ネタバレ食らってますからね。まあ、ネタバレさってちょっとですけど、食らってますんで、今回は最大限の経過をしまして、その会話って一切、まあ当たり前ですけど、見ざる聞かざるでしたんで、全く情報ないまま今回拝見しましたけど、 とうとう会計しましたんで、この後ね、各所の海外の反応見に行くの楽しみですね。まずは、マイアニメリストさん、どうなのか、拝見するんでしょうけど、それありますかね公開後はさすがにあるでしょ変達。ちなみに過去の変達シリーズは、一応あるのはあります。さっきちょっと申し上げましたけど。あ、ねえわ。うん。ないっすね。か本ほんと、こごって、動脈硬化進んでますよね。フットワーク、音も。この辺はレディットだな。 で、フットワークの軽さのゴンゲみたいなフォローちゃんですね。フォローちゃんの連中はさすがに反応早いし、まあ好きかって書いてるんですけど、一応ちゃんとね、たくさんの反応と感想があるところなんですけど、ここもね、早かったです。どっちが早かったかっていう、先ほどの彩りサブレディットと並ぶぐらい早く、当日です。12月23日。変達。もうこの、これはだから、あの、 アルミニューズネットワークさんの報道とかじゃなくて、たつき監督のツイッターを監視してるやつがいる。まあ、それいるか。めちゃめちゃ早いですね。大晦日に何かあるぞ。という連れ立ての人。で、まあ、そりゃそうっすよね。このね、キービジュだと思っていた、今回のあの後ろ姿とはどちらも違うよな、全然。似ても似つかない。未だにたつきの審査官に目を待ってるよ。これがそれの告知か何かになると望ましいな。遠いう人と、だといいね。という返信と、この、 ね、このソレの OP の方に <laughs>、出たな、これ。ムーンルーンズが読めない、アロンたちのために。久々だな、これ。前回見たのって、やっぱり変達とかじゃないですかあの、ムーンルーンズっていうスラングがあるんですけど、これちょっと古くないもん。ムーンは月です。で、ルーンズっていうのは古代語です。今は使われてない古代の言葉。だから、古代月語ぐらいわかりにくい言語が読めない、アロンたちのために。というコメントなんですけど、 このムーンルーンズっていう言い方、すっごい久々に見た。だから多分、当時のだな。私がね、当時変達の反応がどこにもなくって、探していた時に、そうだアロンのみんなだっていうね、見つけた。あの時に散々言われてったムーンルーンズを久々にまた見ましたよ。で、まあ、変達ニュー u s ー If Special e d i t i が、いついつどこで出るよ、というね。で、あとは、絶対に無理なのに追いつこうとさせる3分より長い変達を楽しみにしているよ。 うん。というね。まあ内容こういうのと予想外の展開がめちゃめちゃ多いので、90秒でも相当きつかった。だけどさて今回はどうか。ねというスレが23時当日に経って、で、すぐ落ちました。<laughs> まあ、ほとんどの人はね、何言ってんだっていうね、感じだったでしょうし、まだ当時、まだこの瞬間、この日この時に、フォロちゃんに残っていた、フォローちゃんにたまたま整うていた、 これが何なのかわかる人だけが立ち寄ってコメントしましたけど、まあ反応薄くすぐ落ちたとでもありましたね。だし、まだこの人たちの中にその熱がね残ってるのを感じるという反応がありました。で、これが落ちまして、えー、それこそ大晦日直前に直前スって15時ですけど、再びこの変達大晦日特別版のスレが全く同じ画像でもう一回立つ。タイトルも全く同じ変達なんですけど、これはね、 今日来るの時のスレなんでちょっとね、みんながちょっとワクワクしてる感じがね、伝わってきますけど、あのタツキって男を覚えてるかあと6時間で大晦日特別版があるぞ。というね、OP の人です。で、あと、このすぐ後にね、本編が来る。そうすると、ネタバレがどっさり書かれるでしょうから、私はすぐにこのスレも離脱し、普段見てる海外のオタッ系ニュースサイトさんの膨大な RSS も全部 見ないようにし当然、ケモちゃんさんとか、彩りチャンネルさんは見れるわけがないし、レディットの新着も見ないですし、マ、ま、イ、あ、アニメリストは何もしてなかったですけど、来てなかったっすね。今見てもないですからね。だからそちらは無反応と。足重いっすね、本当にここはね。まあ、そんな感じでとにかく、何も俺に知らせるなという状態で引きこもってましたんで、このスレもすぐに離脱したんですけど、離脱直前までにあったコメントとしては、 からはいつ起きるんだというのと、これが国心になると思うかいの方がいいね。と、どっから持ってきたのか、番組表。変、<laughs> 変達の細さ。わかんないですよ、これ。変達、大晦日、特別だと。まあ、どっか,から持ってきたんでしょう。2ちゃんか、今5ちゃんか、5ちゃんか、双葉からでしょうけど、ね。という反応が直前までありました。ということでね、 楽しみなのはこの後ですね。うーん、いよいよ来ましたよ。どういう反応あるか全然わかんないな。ね、てっきりあの、くたびれたサラリーマンの人と、魔族系っぽい人と、でなんか来るのかと思っていたら全然予想外の告知がありましたんで、はあ、すごい混乱してんだろうな、という感じがします。まあ、この後見てくのは、ま、あそれは、マイアニメデストさんね、やっぱ硬いんすよね。ここはね。 公式の情報がないと動かないんだよな。どっかの、その、制作会社とか、配信会社とかの、うん。なんで、ま、ここは来たら拝見しますけど、まあ、やっぱり、まずはレディットのね、どっかですね。今探してみますか。なんかあるか。あ、来たわ。うん。やっぱ彩り、サブレディットさんに来てますね。変達ニューヨーズス,スペシャルエディション、オフィシャルアップロード、プラス、アナウンスメントオーバーニュームービー、バイタツキ、彩りアニプレックス、 2023 release というスレがあります。コメントも来てますね。ちょっとですけど。これですね。まずはね、拝見していくのはね。と、えー、アニメサブレディットにも来てますね。ケモノフレンズ変達。おい、ケムリクサワよ。変達ダイレクター、タツキオファーズ、his first theatrical film in 2023と。こちらは6個目来てますね。えー、楽しみだわ。後で見よう。一応両方とも、とりあえずアップボートしといて、 コメント後で拝見する。あと、フォローちゃんのね、直前まで見ていった、あのスレですね。えぇ、ー、今アーカイブされてる嘘早くないなんか厳しくないこういうのに。まあいいや。125個目あります。ああ。まあこの中からご紹介できるのがどんぐらいあるかわかんないですけどね。フォロちゃんですからね。9割は本当に目も当たらないのひっといコメントばっかりですけど、まあたっぷりありますんでね、コメントね。そのうち翻訳とか、トランスレイトアノンがされるでしょうし、 まあ会話少なかったですからね。あとは絵見たらわかる内容でしたんで、こちらを見ていくのが楽しみですという感じです。ですね。海外の反応としては、事前の反応はそんな感じですね。また今回ね、その事前のどんな、前評判がどんなだったかご紹介しましたけど、この後が本番でございますんで、本編ついに公開されて、で、それをご覧になった皆さんがどんな反応だったのかは、またまとめて次回ご紹介しますが、最後にもう一回だけ 本編をね、もうちょっと分析的に拝見していきます。まあね、例によって私は、そのほんとポンコツなんですけど、これね、返し画面1フレーム目から前回の12話の最後の直後からだなということがわかる。でかい案件降ってきてますね。箱1個だな。だから劇場版1個なのかこれがあの変達、特に最終話で、あのー、箱が降りてきてハテナが書いてあった。で、小さいのと大きいのがある。あれでね、考察を読んでいた。あれかな。 ま、この辺はね、そう。その時の記録と記憶と分析結果とみんなの考察の蓄積をね、思い出したりとかして、改めていろんな人が手当たり支援やられてるんでしょうから、それを拝見するとして、これかなうん。振り返るところからすでにね、あ、っていうね、びっくりしましたね。お二人が振り返るんですが、この瞬間からすでに手書き、うん。ですね、うん。んまあ、この、骸骨の人ね、 体の一部だけ紫色なのとキューブが周りに浮与してんのね。うん。この絵柄なんだろうなぁ。ね。早速この二人の逃走するところを割と尺、ね。この2分ぐらいの中では相当な尺を使ってるのは絵柄を見せるんでしょうね。こんなんですよって言って手書きの絵柄はこんなんですよっていうことなんでしょう。あとちょっとだったのに、えなんかそのでかい案件は サタヤミになったとかあの、ドクロの人の邪魔で、吸収を受けたので、撤退したために、あの、でかい案件は、なくなったんですかだから全然別の劇場版が来たってことですかその告知ですか今回の告知は。コロナかそういうことか。<laughs> 私は本当にバカですね。ただのバカですね。<laughs> 今気づいたわ。あれでみんなが退避したから、でかい案件が一回サタヤミになったか、とりあえず全員、 手を引けと。ってことになったんでしょう。う大変でしたね。もう少しだったのに。そういうことかが、とろい。まあいいや。ありがとうございます。わかりやすいです。それで言うと最近は大変だった最近まあなんかあったんでしょうね。いちいちおっしゃらないだけで。あ,あ、やっぱりそうだな。だからマスクつけて、報復に来られたんでしょう。う再戦だ。あ,あ、好き放題しやがってですもんね。あ,あ、勝ちます。うん。うーん。まあやっぱ、コロナかな。これはね。多分この、第何波とか変異株とか、そういう仕事さ。 の表現でしょうね。でも今度思いっきり日本刀っすよ。監督が使われてんの。これでゆっくり作れるわ。まあわかんない。そのコロナが正しければですけど、コロナで大変でいろんな案件が里闇になったところを、まあなんとか落ち着いたんでゆっくり作れるかな。作るのは作れるから、うーん、わかんないな。まあいいや。ああ、でもそうだな。うん。このまま落ち着くといいんですけどね。うん。今年あっちゅうま。うん。今年のうちに。うん。 なんかあんのかな今年のうちだということ。で、特報に入るんだなうん。獣フレンズケムリクさんの。びっくりしたなこの初の劇場オリジナル作品ってな劇場うん。わかんないわ。でも、まあ、多分だけど、その、象徴的に、監督、彩りさん周りの、が描かれてるんでしょうね。とりあえず高評価をしといて、コロナで大変で、あの、 キービジュっぽかったお二人のやつの案件は、里闇なのか、おクれりなのか、わかんないですけど、とにかくでかい案件が、特報、劇場版。うん。まあ、このハテナ二つは特報なんでしょうね。としてきたのは確定か。うん。あれがどうなったのかね。あの二人のキービジュのやつが。 ですかそうですかまあ多分まとめるとそんな感じなんでしょうね分かんないですけど一つありえんのはまあおさらいになりますけどそのあのお二人のキービジュの多分テレビシリーズ製図のアニメかなんかがあったんだけどコロナで大変でなくなったか延期になったかだったんだけどなんとか落ち着いてその劇場版の案件が来たのかかやっぱりあのお二人のキービジュ 濃いやつののがこの劇場版でパッと見え的には全然異なるあの一枚絵と今回の特報のほとんど線画だけみたいな映像なんですけどあれが同じ世界を描写している見え方が全然違うだけで同じ作品の同じ世界なのかかなっていうぐらいですかねあとは本当にね考察特殊部隊の皆さんが。 寄ってたかってもうバラバラしてるでしょうから、一フレームごと、そちらを拝見しつつ、海外の反応ですね。やっと解禁になりましたんでね。全部の SNS を封印していたやつを全部開けて、今から見直しますけどね。楽しみつつは。で、そちらをね、またまとめて、次回ご紹介します。っていうとこですかね、今回は。あとあのー、そうだ。 大晦日にやりました変達のお二人を描くライブドローイングの方にコメント一つね頂い,いておりましてそちらもありがとうございました完成お疲れ様でしたというねコメントを頂い,いておりますそれは今回のこのリアクション動画のサムネとか冒頭の動画とかに使われていくんですけどそれを作った時のをアップしたやつにも反応いただきましてありがとうございましたとなんで次回またその辺のねいろんなところを拝見してまわって何か面白いものがありましたら お話しようかなと思っているところでございます。というとこさね、今回はそんな感じで変達大晦日特別版を使用してリアクションを収録していきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。